三部口駅は埼玉県秩父市荒川四六にある秩父鉄道秩父本線の駅である。埼玉県最西端の駅、秩父鉄道の終着駅であり、その名の通り三宝神社の玄関口である。秩父湖、中津京などにも近い。また、関東の駅百選線の第三回線定駅になっている。三部は旧大滝村の地名であるが、当駅は旧荒川村に位置する。 旧大滝村への延長を目指して、1927年に免許を取得したが、着手に至らず、1936年に免許執行となった。単式ホーム、島式ホーム各一面の二面三線を有する地上駅。直営駅であり、管理駅として、四六駅を管理している。駅舎は単式ホームのある南側に置かれている。北側には多数の留置線と、 上機機関車運転のための転車台がある。駅北側に SL 転車台公園が併設されており、SL パレオエクスプレスの運転日は間近で転車台を使った着回しを見ることができる。旧公園時代には秩父鉄道で使用された多数の実物車両が展示されていたが、老朽化と施設のリニューアルのため、2019年5月から7月にかけ、すべて解体撤去された。 かつては、駅西側の奥に、日筆工業のホッパー設備があった。16キロメートル先の秩父鉱山より作動を使い、鉄鉱石や硫化鉱を運び、主に浜川崎駅まで発送していた。現在も一部を引き上げ線として使用している。駅付近空中写真より、西部観光バスによる三歩神社、秩父湖、中津郷など旧大滝村方面へのバスが発着する。 途中の大滝温泉遊湯館で秩父市 A バスの川又港と接続する。駅舎とは道路を挟んだ反対側に待合室付きの乗り場がある。駅前は通常の路線バス車両が展開できる空間がないため、到着したバスは駅舎の前で客を降ろした後、白く寄りの展開場で向きを変えてから乗り場に入る。小賀野町 A バスは小賀野町役場両上支所など9。 両上村方面行きのバスを運行している。駅舎の西側に乗り場がある。秩父鉄道秩父本線 SL パレオエクスプレス、御花畑駅、三部口駅、急行秩父六影森駅,駅、三部口駅、普通白駅,駅、三部口駅、鉄道免許場、カフ、関東線900、渡辺一作、追憶西関東の鉄道貨物輸送物流博物館、2014年、20ページ。 ありがとうございます。